バジュラオン、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 バジュラオン。時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバジュラオン。蘇る理由さえ、正義の意味さえも、今は知らないお前だけれど、吠えろ前期前期、いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に、そうさ前期前期、その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオン、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 バジュラオン。犬神郎、黄泉の国に対する反逆者として貴様を粛清する。正直タゲトラ、黄泉の軍団長に過ぎぬ貴様が何を理由に粛清などと。独断で魔神獣をよみがえらせようと企み、天地さえ円外様の使いたる昼巻を殺めるとは不届き千万。この行為万死に値する。たとえ犬神、貴様が黄泉のプリンスであろうともな。仲間割れでしょうか。どうやらそのようじゃが。大丈夫さやか。へっ、黙って聞いてりゃごちゃごちゃ言いやがって、うるせんなよ。あ、前期、うわぁ。何？はいはい。はあ！あ、黒帝！黒帝に触るな！反逆者に魔神獣を渡すわけにはいかんのだよ。喰らえ！我が血の洗礼、シャドウカング！これは、うわあ！この部屋はあらゆる宇宙線や放射線を遮断するようにできています。しかし彼、犬神君の未知なる力の前でどこまで役に立つものか。
どうするつもりじゃ。こんな奴を背負い込んだりして。きっと目を覚ましたらまた暴れ出しますよ。怪我してるのよ。あの場で見殺しになんかできないじゃない。やれやれ、あんたまであのさやかって子に感化されたんじゃないでしょうね。こいつはね、魔神獣って怪物を蘇らせてこの世を破滅に追いやろうとしているのよ。こっちがいくら真心を見せても答えてくれるような相手じゃない。それにあの影虎とかいう連中の動きも気にかかる。あれほどの組織力を持った敵が現れたとなると、これは一筋縄ではいかんぞ。サキばあちゃん、僕たちには戦うより他に道は残されていないんでしょうか。本当にこんな犬っころが伝説の破壊神になるの？なる、必ずなる。この額に浮き出た紋章が何よりの証拠。こいつの力を手に入れれば全ては俺の思うがまま。さて、昼巻き、影虎様。あら、まだ生きてたの。どうか、どうか私にカルマの実を、私をこのような目に合わせた犬神目に復讐するチャンスをお与えください、影虎様。よかろう、やってみろ。ありがたき幸せ。まだ近くにいる。待ってろよ、犬神。どう？ちょっと派手だったかな。嘘よね、犬神さんが人間じゃないなんて、私たちの敵だなんて。さやか、大丈夫だよ。さやか、相手が人間だろうがなかろうが、大切なのは自分の気持ちでしょ。お願いがあるの。確か、犬神さん、さやか。いや、話して。
見つけたぜ犬神、こんなところに隠れていやがったのか。てめえにはでっかい借りがあったな。今この場で返させてもらうぜ。ダメ、どけ。何、何なの一体。待ちなさい聖子さん。くそ、だから言ったんだ、あんな奴に近づくなって。いかん、早く千秋君に電話。開いちゃったんだわ。ちょっと待ってて。触るな。貴様ら人間ごときに施しは。ダメ、おとなしくしてて。あ、ごめんなさい、私いつも乱暴で。でも少し安心した。黄泉のプリンスなんて言うから、実はウゲウゲの怪獣でしたとかだったらどうしようと思ったけど。貴様、何を考えている。変よねやっぱり。でも千秋みたいなのが友達にいるとどうしても。何を企んでいるのかと聞いた。ね、私何言ってんだろう、話が噛み合ってないじゃない。一緒にいてもいいことは何もないぞ。犬神さん、どこが違うんだろう。目も髪も口も手も足も、それにこの血の赤色だって何一つ私たちと変わらないのに。赤い血、人間と同じ赤い血。教えて、黄泉の国って何。うわっ、犬神さん、どうしたの。しっかりして。貴様が生きていたわけか。私はカルマの実の力を得て蘇ったのです。そう、吹き飛ばされた体の恨みを晴らすためにね。うわ、犬神さん、貴様、呪いを。いかにも、今この人形はあなたの分身。こうすればほら、あなたの体にも同じように痛みが走るでしょう。さあ、じわじわとなぶり殺してあげましょう。真綿で首を締め殺すようにね。うわぁ、あなたも愚かな娘ですね。ならばあなたから先にお命をいただかせてもらいましょうか。やめろ、待ちろ。なんか貴様、私に内緒で動いた罰、それでチャラにしてあげる。千秋、鬼、てめえなんか後回しだ。そこで首でも洗って待ってな。な、何を。なんと、自らカルマの根を身につけておったのか。
私の新たな力、あなたたちも一緒にあの世へ送って差し上げましょう。殺人フルコース、まだオードブルが出たばかりですよ。くそ、犬神さん、あの人形に刺さったナイフ抜け。え、そうすれば呪いが解ける。呪い、やめなさい。犬神があの化け物を倒す保証はないわ。でも騙されないで、そいつは黄泉の国の怪物なのよ。さやか、さやか、何をグズグズしているの、急ぎなさい。その男を、犬神を、あなたは信じてるんじゃないの。ありがとう千秋。が金剛閣に炎よ宿れ、どうか将来火炎王陣。この尻尾はもがけばもがくほどきつく締まる。締め殺されなさい。ジャキー、手を離して死んでしまうわ。犬神様、まさかあんな小娘に助けてもらえると思ったのですか。そしてヨミはハゲトラ様のものになるのです。犬神さん、外れて。私は黄泉のプリンス犬神ロー、必ずや国帝を奪い返し貴様らを倒す。その時までさらば。さやか、昼間決め、最後の力でカルマの実を送ってきたか。
魔神獣の復活の時は近い。そして私の野望も。